はい、生田市の角谷です。今回もですね、動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。今回なんですけども、1週間ほど前にですね、なんかメンバーシップやろうかなみたいなの言ってたと思うんですけど、ちょっと本格的にやろうかなと思いましたので、ぜひね、興味ある方っていうかね、入ってみたいなと思う方は入っていただければと思うんですけど、一応それの概要というか、ざっくり説明させていただくんですが、なんか料金的な話を僕前してたんですけど、一旦っていうか、まあ決めたのが月額980円っていうのでやろうと思います。はい。で、やっていくことがいくつかあるんですけど、まず一つ目としては、まあ前の動画でも言ってたんですけど、月に一回、質問いただければ、それをまあコメント、まあ動画かな。動画で、しっかり返信させていただきます。なんで、前にも言ってたんですけど、やっぱコメントとかでね、すごい長文でいただくこともあるんですが、正直、わけわかんない場合もありますし、まあ、見てないからわからんっていうので返させてもらうことが多いんですけど、まあ、見てないのがわからんっていうのは前提な上で、こういうことが考えられるんじゃない？こういう時はこう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 、こういうことでこういうことが考えられるんじゃないの？みたいな。まあ、僕なりのね、見解を、入っていただいて、質問いただいた方にだけ、動画として出せればなと思ってますし、あと、よく昔から言われてたんですけど、ライブやらないんですかっていうのを言われてたんですが、やっぱり僕、タイプ的にその不特定多数の人間が見てる中でライブをすると多分僕、むちゃくちゃなこと言うと思うんですよ、本当に。なので、インスタにしろ、この YouTube にしろ、TikTok もそうでしたけど、ライブっていうのやらなかったんですが、まあ、さすがに、まあ、月額、まあ、980円、まあ、別に、舐めてるわけじゃないですよ。舐めてるわけじゃないですけど、その金額をわざわざ払って見ていただいてる方が、まあまあ中には、喧嘩したいがために払ってくれる方もいるかもしれないので、まあそれはそれで僕にとってありがたいですし、思い切り喧嘩しようかなと思うんですけど、コメントでね。なんですけど、まあまあそんななかなかないことだと思うので、まあ月、時間見つけて1回か2回ぐらいかな、まあライブどっかでやれればなと思うので、この、不特定多数の方に向けたやつでライブを僕は一生やらないので、まあまあメンバーシップの方、にだけでね、やったらいいんかなと思ってます。まあ、あんまそれが見られないんであればやらなくなると思いますし、見ていただけるのであればやろうと思うんですけど、とかであったり、あとは何かな？うん。まあでもそんなもんかな。あとはまあまあなんか僕が適当に上げる動画とか、こっちの、普通の方でね、上げれん動画、まあ上げれないことはないんですけど、あまりにもかけ離れてる話とか、まあメンバーシップだけでするかもしれないですし、プライベートもね、上げても変ですし、まあなんか、まあまあそんなもんかな。うん。なんかまあまあ、大きく、やると、まあ月1回ね、しっかりとした返信、動画でね、この話させてもらって、こういうことが考えられるっていうのをお伝えさせていただくっていうのと、その月額払っていただいている方だけに向けた、ライブっていうのもちょっとね、やってみようかなと思ってるので、まあこれがね、何人の方が入っていただけるかって僕、全く未知数なので、あまりにも、入っていただけるとかってなった場合はちょっとね、コメントの返信というかなかなか手がつかないかもしれないんですけど、まあ、本当に数えれるぐらいの人数であれば結構ね、密な感じで質問回答とかできたりとか、まあライブとかでね、質疑応答みたいなのできたりもするかなとは思ってるので、まあ何分やったことがないことなのでちょっとわかんないんですけど、まあまあ、なんか楽しいもんにできればなと思いながら始めようかなと思ってます。で、入り方なんですけど、なんかチャンネル登録の下に、なんかメンバーになるみたいなのがあって、そっから契約っていうか課金するみたいな感じだと思うんですけど、多分スマホだけじゃないとできないと思います。で、なおかつ、やり方わからんかったら、さすがに Google かなんかで検索をしてください。すぐ出ると思います。僕、逆に、メンバーシップ登録したことがない人間なので、ご自身でちょっとやっていただければと思います。はい。ですし、まあ、なんか、ね、なんかその、なんか、半年縛りで、どうのこうのでとかも全くないので、全然ね、入ってもらって、おもんないな思ったらやめてもらったらいいですし、おもろいな思ったらずっと入っといてもらえたら僕はありがたいので、はい。ってな感じで、まあ、そんなね、堅苦しい感じじゃなく、僕も手は抜かないですけど、気は抜いた感じでやってると思うので、はい。まあ、そんなのももしよかったら見てもらえたらと思ってます。はい。ってな感じで、もしね、全く強要するつもりもないですし、まあ、興味ある方だけというのでね、入っていただければと思いますので、もしよろしければ、入ってもらえたらと思います。はい。ってな感じで、まあ、明日以降、またね、普通の動画は上がり続けると思いますので、引き続き見ていただければと思います。はい。ではですね、今回も動画をご覧いただきまして、本当にありがとうございました。